皆さんこんにちは。第一 TV 新人アナウンサーの須藤俊介です。6月24日日本対セネガル夜10時から実況生中継でお届けします。さあ今回はですね、ワールドカップの中で注目してもらいたいプレーを解説していきたいと思います。ゴールが生まれるまでに選手はどれだけの駆け引きをしているのか、その中でフェイントに注目して解説していきたいと思います。さあまずはシザースというフェイントからいってみたいと思います。まず相手をかわすためにボールを触らずにまたいで重心移動するんですね。で、相手の重心がずれました、その逆をつくためにシザースというフェイントをかけるんです。そしてもしかしたらワールドカップの中では見られないかもしれないんですけど、世界のスーパースターなら必ずやってくれると私は信じています。それはエラシコというフェイントです。アウトサイド、インサイドと細かくパパンとタッチするフェイントなんです。このフェイントは瞬きが禁物です。エラシコ見ることができたらもうあなたはハッピー、もうあなたはハッピーです。実は攻撃以上にディフェンスが本当に大切なんです。地味なプレーかもしれないんですけど、それはインターセプトです。体の強さ、一瞬のスピード、そして何より大事なポイントが予測なんです。フォワードの選手、そしてディフェンスの選手をチェックしてみてください。必ずそこには熱い戦いが繰り広げられています。さあ皆さん、サッカーを見る準備はできましたか？一緒に盛り上がりましょう。6月24日日本対セネガル夜10時から第一 TV で実況生中継でお送りします。